北野誠の深夜の雑談。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。不定期番組北野誠の深夜の雑談、ゲストともに深夜にざっくりとじっくりと雑談をする番組ですが、今回のゲストはこの方です。ようも。 こんばんばは上武でごという、はい、ことで「ズバイ!」の方にも出てもらいましたが、はい、上條くんにもぜひ出てもらおうと思いましてまあ上條たけし野球の子、はい、え現在二見処方から、えー、出ておりますけどもね,ねこれあのーはい、ほんまに本格の初めてか 11年ぐらいい前に一冊書いたんですけど、うん、え何の本書いたそ,の時はその時も野球なんですけど甲子園その時はなんか甲子園とか地方球場で見かけた面白いおじさんとか <laughs> そういうなんか笑える話やったんですけど今回はテーマちょっとグッとくる心にグッときた上条さんの中でグッときた話をまとめてほしいって言われて。はは、うん、はいはい、はい、はい こういうい形で野球のこと,をとでもこれ、はい、あの書いてる時に何、はい、ていうんよねそうなんですよ、うん、まあ書かしてもらっていいですかっていう確認と,、うんとはい、あとまあ中にはプロ野球選手になられてる方もおったんで、ねうん、これ大丈夫ですかみたいな形で。はいはいはい ならまあまあ本人さんがもう全然もうどうぞやってくださいっていうのであまあ本人が OK やってるだった別にもう大丈夫ですの、ねはい、で大丈夫球団さんとかああもうそんな大丈夫ですみたいなはい、はい、球団の方も,うもういいんですかぜひぜひ宣伝してあげてくださいっていうのでい、はい、あ,のありがたい話でこれ書くのにどれぐらい時間かかった、はい、僕だから、えー、っと今年の え二、ー、月かから二三四五六五ヶ月かかりました。結構かかったな。え、はい、これは何？えー、っとパソコンで売ってた。いや、携帯で。はい。なんかアプリがあって今。はいはいはい。 なんかわーって言ってたら今何文字文章書いてますみたいなアプリがあってあそんなアプリあるんだから大体「い人物語」5千字から6千字ぐらいでうん、うん、僕全然本のこと分かんなかったんでうん、うん、その出版社の人がこれで大体あの何話ぐらい書いたらこれぐらいの本になりますよって言われたんで大体5 6千字のをこう書きながら。書きながらああとあと あと半分やったあと半分でこれまとめなあかんとかまあちょっと長なってもええかとかいやだから,スマ,ホでらスマホで書き出したら、はい、書けんことないんやろうけど、はい、まあスクロールしながら自分の書いてる文章も、はい、結構なんかねまああのー、記憶とかは、まもうあくまでも上条の記憶やから、はい、まあそれはまああのなんていうか手にお葉とかは直していかはると思うけど、はい、なかなかね結構時間かかるよねこれね。そうなんです、うん で本のことを僕はもう本当に理解してなかったんで、うん、全部書き終わった後で、うん、あのー、遂行というかね、はい、あの原稿チェックもあって、うん、これもこんなに膨大な時間かけなあかんねんやっていうので <laughs> 何回も読んで、うん、ねまあその出版社の方も校閲作業して頂い,いて,そ,てその上でまだ上条さん読んでおかしいとこ見つけてくださいみたいなので。うん ねえまあまあ50回ぐらい読んでも間違いないな思って52回目で読んだとこで人の名前1個漢字の人弁が抜けてたとか「危ねえ!」とかいうのがあってうわこれで出版社の人にこれ一切間違いがない本ってこれ 存在すすするんででかって言ったら、うん、もう神さんほ,ほぼないですどっかは何か間違えたりとかはしてるんでだからそれは難しいですけどっていうので、うん、まあ今んとここ,のここちゃうでっていう連絡も何もないんで今んとこちょっと安心はしてるんですけどまあとエピソードの内容はもうね神様が実際しゃべってることやと思うから、はいはい、それは間違いないんやろうけどね、はい、あと大変やったんが僕書いてそのまま出す、はい、もう全部書き終わったら終わりや思ってたら、うん、今度そのね まあ出版社の人も全部さっき教えといてほしいなと思ったんですけどカメ <laughs> さんほんならこの物語にくっつける写真どうします?」いう写真」みたいな考えてないことはい、はい、でこの子と一緒に写ってる写真とかあったらつって「はい、あの今度ありますわ」つって出したら今度その子と写ってるんですけど。 この後ろに写ってる人には確認取れますかとかね <laughs> 勝手に載せたらダメですからああそれはそう,う、ね、そうなんですよだから僕が OK の目のとこ黒線入れなあかんから <laughs> それもなんか失礼ですしねだからもうなんかこう大変でしたけど一番大変やったんがそのねあのね報、はい、徳学園から今、はい、カープに行ってる小園海斗選手。 彼の同級生の岡崎聖く君っていうこの話がねあるんですけども「最高の夏の」で彼の写真を僕は持ってなかったんですよほんで岡崎君に連絡して「俺と出会った時の写真ある?」たらいっぱいありますよ言うて送ってきてくれたんですけど小園海斗選手僕で岡崎選手の後ろにまたんか部員が写っててこれしかもそれ夜やったんですけど。 番中にその写真も上げなあか「えっ!?」ってそんな思いながら「ちょっと岡崎ちょっとこれ確認取れるか分かりました」って全員に岡崎君が確認取ってく,、ねうん、ってくれてでも夜中にそのあげなあかん言うてるんですけど、うん、小園選手がちょうどあのナイターであのプロ野球選手ですから。<laughs> 試合カモさん小園だけ小園だけ今まだナイターが結構もう延長戦入って延長入んなみたいな時間どうですかあと上条さんあの45分待ってるけど45分おお試合終わってくれみたいなで試合終わってすぐ小園選手が確認できるかどうか分かれへんな,いんそ,かれんなそれをなんかグループラインで既読になってくれてあ大丈夫ですよって言ってくれるかどうか分かれへんもんな。はい だからもう,あのそのもう待てるぎりぎりの、えー、あと30分ですよっていうとこで試合が終わって、うん、うわーこれ多分無理やろうな思ってたから、うん、試合終わって7分ぐらいで小園選手から「オッケーって言って「<laughs> 早いなあいつ試合終わってから <laughs> 気持ちの切り替えが早いから」って <laughs> 岡崎君が「あ亀井さんあの小園もオッケーなんでこの写真全部オッケーです」つっつあのギリギリあの あの乗、ね、っけることができてあの阪神甲子園球場の八号ゲートぐらいかな <laughs> そうですよこれ,、はい、これもうちょうど6年前のだから6年前小園海人選手は中学生なんですよそうやんなこの子がもう今はもうプロ野球選手でカープ代表する選手選手なってんねん、はい、一瞬で年収抜かれましたから <laughs> <laughs> 早すぎるわ言うて言ったんいやいやでも考えたそうか ここ<で>、ね、から中学校にあってその後も、はい、う高校卒業してプロやからそうか5年ぐらいでプロになってる同じな45年やからだからだからもうだから2年半3年でトラウトかか,かかってるわけやもんな。はい もうこの頃の写真なんかまだ、ういういしい。ういういしいし、小僧やもん、まあ。そん <laughs> 中学生やから。そうなんですよ。それが。早いなあ、いうて。いや、出世が早いな。出世が早いです。野球選手。選手出世する人は早いなあ。はい。ほんまやなあ。そうなんです。だから。この写真も。そう、そう考えたら、小学校六年ぐらいで、リトルリーグぐらいに追って。はい、上条と写真撮って。はい、もう次の六年後ぐらいには、ドラフトかかっとるわけやからな。そうなんですよ。だから。わかんないですよ。 だからねあのー、今年もまあドラフトはもう終わっているんですけど。はいはい あのドラフト1位候補でねあの松尾紫苑君って大阪桐蔭なんですけど彼も小学校の時に僕と甲子園で写真撮ってるってそうなんや、はい、もうほぼドラフト1位やと思いますんで、はい、ドラフト1位だったら今度僕が一緒に写真撮ってもらうのに頼みに行く番やなと思ってね <laughs> それはもう <laughs>、はい、そうか、はい、たった 6, 6年っていうけどそうか6年で僕ら芸人になったから6年ぐらいでもなんかあっという間やなと思ったんですけど向こう。 あもっとはなんかすごい密な時間過ごしてパッと行くねんもんな。 すごい伸びしろなんですよ伸びしろやな小学校中学校、はい、高校となはい、はい、だから僕とかのも,もう2 4四5年とか芸歴になってくると、うん、6年後にちょっとやっぱ退化してますから、ね、<laughs> あの <laughs> 記憶も覚えられへんようになっていやいやいやそろそろやっとちゃ喋られへんようになってたりとか何かこうねだからこう伸びしろがあるあのちっちゃい子がこんな大きくなったんとかねそうやな<ぁ>一番成長する頃やもん、ね、体格が。 大学と人変わって今年の夏の甲子園も出てた子で何人かあのあの子のあの頃にま,まだ子供なんですけど、うん、あの上条さんと写真撮ったんですようちの子でお父さんから連絡ある子が何人かいたんでまたこういう子が巣立ってプロ野球選手になって,ってもう野球の子たちが <laughs> 僕の野球の子たちが。 <laughs> いや <laughs> そう考えたらそうか一番伸びしろの子やもんな野球の子たちはびっくりしますねびっくりするぐらい変わりますからねそうやんなやだから10年経ったら全然違うもんなですよねもうこうなったらちょっとおっちゃんになってますから、ね、いや,いやでも考えたらそうやんな <laughs>、はい ヤクルトの村上選手なんかもだから小学校の時やってたら今22で3冠王なんか、はい、そりゃ重いよんなそうですね56本のホームランか歌んやろ考,え考えられないですけどね考えられへんないやーすごいいや今の時代で、はい、あの成績残すってちょっと今後どれぐらいあ,ああいう選手出てくんのかなっていうぐらいのいやー、まあ、いずれもあの後と何年かしたらメジャーリーグやからねもう間違いなく いや、圧倒的にこのあのピッチャーのレベルってむちゃくちゃ上がってるわけですよ。はいはい、だから、まあ、過去のそれはもちろん王さんであるとか、その野村さんであるとか、はい。もうあの羽本さん、本さんとか、ね、とかすごいですけど、うん、失礼ながら。ピッチャーのレベル、全然違いますから。はい,は,いはい、はい、はい。 いろんなこの、ね、トレーニング方法も変わってきてるとは思うんですけど、うん、今のピッチャーの感じであの成績残すちょってちょっと怪物にもどがあるとは思うんですけどだって言うてもね今年なんか佐々木農希のノーヒットノーランとか、はい、いろんな結構ノーヒットノーラン出たやん <laughs> 出ました東浜選手が出たりとかあとノーヒットノーランも完全試合も出て,出てノーヒットノーランミスイとかいろいろ、ね、ありましたけど。あったけどね それも多分引っ張ってたのは僕はやっぱり佐々木朗希投手だと思いますけど、ねはい、あの彼がいきなり19歳の高卒のドラフト1位の松川優 <laughs> え公立高校のキャッチャーやったことをバッテリー組んでいきなり完全試合っていう <laughs> あれをね見てたね各球団のエースと呼ばれてた人が、うん「ちょっと待てよお前ら」っていう。うん いいやいや早すぎるわお前らが目立つのはっていう <laughs> あそこでやっぱりね、はい、あの触発されたと僕は思うんですよ,そ,よ、ね、そっかやっぱ東山投手なんかが、うん、いやまだ俺いけるぞとか大野雄大投手が出てくるわけじゃないですかだからやっぱりその,あの佐々木朗希の存在っていうのはすごい一石紀投じたねだけなあんな,な,んか,なんか毎週仲じゃだけどえあのなんか野ーヒットノがもうちょっとやったなとか,かん、はい、完全にもうちょっとやったえそんな年あんのと。 いやないやないですないです俺らプロ野球好きで見てるけどそんな年ないやんないですよなんでそんな何人も出てきてんの今いやほんまにびっくりするぐらいなびっくりするぐらいやねいやそうなんですよいやだからその中で五十六個のオ主ナ子って三冠王っていうのがひと際ちょっと今年え村上ちょっとすごいなって思うやはい。言うても投稿立てやからねやっぱり今完全にそうですねうんいや なんでしょうね、うん、あの凄さっていうのがねはい<あ>ちょっとだから一人だけ圧倒的に抜けてるので、うん、まあいろんなあのコーチ 先輩とか、まあ、行く球団も良かったりとか、うん、いろんなことが加味してああいう怪物がね生まれたと思うんですけどねまあ当然本人の努力とかもいろんな球団の努力も当然あるにしても。思うんですけどね、はい、やっぱ周りのね彼に対するアプローチの仕方でも全然変わったと思いますしそうやなきっと彼クラスのもしかしたら選手がこれまでもいたかも分かんないですけど、うん、いろんな。 コーチ人とかね、うん、やっぱりこう「うん、お前こんなんちゃん高卒で何しとんねん」とか言って真逆に変えられたりとか <laughs> いろいろあるじゃないですかあの辺りもかといってコーチ人もやっぱりそういうふうにコーチングをしないと仕事をしてないことなんで、うん、その人たちからしても死活問題なので、うんや,ね、やっぱりちゃんとそういう指導それはもしかしたら間違っているかもわかんないですけど <laughs> 仕事としてはやらんとい,か、うん、いけないっていう。 俺なんか、はい、あのオリックス時代のイチロー選手なんかが結構二軍でも打ってて評判やったのに、はい、あの監督が監督がその当時振り子玉嫌いや言ってうて、ね、あげなかったのに「いやいやいやね、はい、あれ監督代わって、はい、あの。 大木さんに大木監督になって一郎が上に上げられて日の目見たけどそれいや振り子た方嫌いやってあの打ち方はあかんって固定観念で土井監督見てはったから多分ね出てけへんかったやんそうですよねだから土井政権がそのままもしずっと続いてそこで結果残して A リーグずっと結果残ってて優勝したりとかしたら一郎選手って出てないからいやだから怖いことではありますよね だから大木監督に代わって「ええ、はい、やんイ郎って言って、はい、一番で、ね、使い出したりとかしたでしょ、はい、いやそんなタイミングってあるやんかやっぱりいやだから佐々木朗希投手もやっぱりこの千葉ロッテっていう球団に行ったからよかったっていうのもありますし、うんはい、そこに吉井コーチってピッチングコーチ吉井さんって吉井さんがねだからきっとその吉井さんはあの佐々木朗希 の育成を評評価価さされてかなり評価されて今年またね、うん、あの来年度から監督っていうのもね、うん、あると思うんで、うん、やっぱりそういう人との出会いっていうのんですよだから今なツイッターなんかで俺をいつも思うねんけど、はい、例えばあの日本中の野球選手ピッチャーが走れ走れと言われるのが、はい、ダルビッシュが違うよってつぶやいたりするやんけ。 はい、ダルビッシュあたりがそれ言うたら、もうみんな、何も言えへんやんそ,うそうなんですよね、<laughs> その一高校の監督が、お、はい、お前何や、走とかんが、いや、ダルビッシュさんがこの、一生してます、<laughs> 走るから言うて、ピッチャーが球速になるわけではないです、もっと科学的に、理論的に筋トレとかも必要ですみたいなことを、はい、ダルビッシュあたりがもう言うてしもたら、はい、もうダルビッシュ選手が言うたら、もうみんなど、はい、えどうすんのみたいな、思うやん。 でしかもメジャーアリーグであんだけ長く説得力があるんですよ彼の人生に1年とかじゃなくてもうずっとあの成績で、はい、しかもまだ尻上がりに勝ち星が増えてる、ね、あの年であの年でまだ、はい、まだ勝ち星伸びてんねんからそうなんですよねはい。だからねわからないですけどまあなんでしょう僕は まあそのダルビッシュ投手が今こう,こうした方が今結構時代がね全部このあの論理的にもう理論的にこの無駄を省いてっていうような時代にこうなってるからこそなんかこれは実はむちゃくちゃ無駄じゃん無駄やんけって思われてることがその土壇場に結構生きたりするというか何でもない例えば今高校野球であの丸刈りにしてるはい、はい。 あれ多分東北の方で寒い以降なんかはやっぱ丸刈りにするより髪伸ばしてた方がまあまあ頭を守るっていうでもいいしただその丸刈りにずっとしてるっていうその覚悟がもしかしたら心の中で髪の毛を伸ばしてないあいつらには俺たちはこれでずっとやってきた絶対に負けないんだっていう最後の最後同じ力やってそのそっち側の気持ちが勝って勝つというかね何か 目に見えないのがなんか押す部分もあったりとか僕すごい嬉しかったのがイチロー選手が言ってくれたのでそのもう最短で行った道なんて何もすごくないっていうその回り道することがむちゃくちゃ大事っていうのを。 あんなにいろんなこと考えてるイチロー選手が言うねやって思ってすげえ説得力あったんですけどでも芸人とか結構そうじゃないですかもうふ普通の人からもう会社で働いて一生懸命されてる企業選手の方とかからしたらそんなことやって何の意味があるのっていうことに結構意味があったりするじゃないですか毎日こう何それ言うことを毎日続けてんねん僕っていうことが実はそれが話題になったりとかして。 うん、なんかこうだからなこの仕事に関しては特にそういう部分が生きてきたりするのかなみたいなのはねもうお笑い芸人は、はい、なんか無駄になったようなことがだから結局何してもそのこうなんかやってきたことを喋れたら、はい、結局無駄にならへんわけやから喋って受けたらそうやね、はい、何やっても何やっててもええねんけど喋、はいはい、って受けたらとりあえず報われてるからな、ね。 だから僕高校野球好きで今年の夏、うん、あの沖縄まで沖縄大会見に行ったんですよ。で沖縄大会がその日台風で中止になって何もなかった、うん、ほんで結局首里城を見てそのまますぐ帰ってきたんですよ。っていう話も結構トークライブとかなんかで、はい、普通の人やったらもう沖縄大会見に行って、うん、それがなかった何でもない一日なんですけど、はい、その首里城に行って。 た時に、うん、も人もいないんですよ。ほんならボランティアスタッフみたいな方がいて。はい 二どうしたのって言われて、いや、実は高校で <laughs>。こんなのやってるわけないじゃん。ちょっと待ってね、ここね、今入ったらダメなんだけどね、ちょっと待ってね。うん。もしもし、今こうやって大阪から来たんだって。うんうん。入れてあげたいなって俺思ってんだよね。うん、いい。うん。入っていいよ。嘘みたいな。<laughs> すげえな、沖縄の人たちみたいな。<laughs> いいよ、いいよっつって、展望台まで上げてあげるよっっ。展望台まで。ね <laughs>。台風が来るからって、はい、今首里城かい、あの改装してるんですけど。 あの危ないから足場も全部解体してシートもかけてあるみんなにお見せしてない部分もシートも取れて「22だけだよ今日見れんの」っつって僕あの見せてもらったんですよ首里城の、はい、これののの沖縄大会がなかったから行っただけでまあこれもまたねこうラジオで喋れてるてい,そうそういやだからもうそれがネタになって面白かったらもう芸人らを詰めて OK やと思う。うういう意味で言うと 無駄がないと思う無駄ないそのあった出来事をいかに自分でこうなんか消化してなんか面白い話できたらもう何の無駄もないよかったねと報われたなと思うだけそ,うそ,うそれだけやな芸人は <laughs> ほんまに思うわはい上条は結婚して何年や 僕11年です年この野球の子をんでて独立リーグの時に上條のあれステッチ入れるって言って名前入れてあユニフォームにそうそうはい上條武っていう名前を入れて名前入れてそれで値口スポンサー値口スポンサーはいなったんですよいやあれで奥さんに相談したっていうのがなかそうなんですよねまあ嫁にはその半額の値段で嘘ついたんですけど 全額だ絶対無理やろうと思ったんでもまあまあ偶然僕は沖縄の居酒屋で出会った子が、うん まあ僕もあの時ねオリオンビール13杯ぐらい取っとったんですよねだいぶいっててほんで何回も僕のとこ喋りに来て、はい、帰ったはずなのにもう一回来て「上条さん話あるんです」で、うん「んやね一回で終われや君なんや言っ」言うて外で5分だけ言うから外で喋ったら「うん、僕この春就職するんですって」で、うん「おそっか頑張れよ」僕就職していいんですかね」うん、知らんじゃないですか <laughs> 初対面のね。しかもオリオンビール13杯 <laughs> そうなんですよ飲んでる内地のやつに聞いてもダメです。 <laughs> もうヘロヘロで「いやもう俺も飲みたいしお前知らんがな」言うてだんだん腹立ってきてもう本にはそこまで書いてないですけど「お前なんかなそんな人に人生託すような結婚して大事な人に俺の人生はこんなはずじゃなかった」とか「お父ちゃんお母ちゃんに10年後に俺もっとすごいやつやったんや」とか「変なこと言うしょうもないやつにな,なりそうやなお前今」みたいなこと言ったんですよ。お前絶対にに野球に あの未練残してたからもしあなたがねこの後もう一回やっぱり野球やりますだって言うんやったら僕は君を応援するからよかったら連絡先交換しようかって言ったんですよ。うん、ほんならほんまに入った会社3ヶ月で辞めて <laughs> 自分が再び,、はい、再,再び野球をやるっつってね。うん あのーまあ、福井のの独立リーグに行ったんですけど、うん、あれよあれよでも彼の努力でそのチームのエースになって、うん、でいいピッチャーになってね今年結果を出して NPB に僕は行くっていうとこまで行って、うんうん、で最後の挑戦のとき年に僕がもう一度野球をやるきっかけが上條武さんやったんで最後の挑戦は僕のユニフォームに上條さんの名前を入れて「うん、あのやりたい!」って電話があって。 もう僕からしたらもう勝手に何でも入れてや非常に言いにくい話なんですけどやっぱりこの名前を入れるっていうのはチームスポンサーなんてて、なんかちょっと話違うなええみたいなっておなんか一応いろんなとこからこうまあお金がないんで高校でって言って。 ちょうどねコロナが始まった時やったんです、うん、あれ2020年の春やったんで <laughs> ほんで僕何思ったか車も買うたんですその時に、はい、ほんでこんな仕事なくなる思うぐらいはびっくりするぐらい仕事なくなったななっとこにまたドンっていうお金を言われたんですけど、はい、<laughs> よくよく考えたら俺が君を応援するって言ったのは俺やなと思ったんでんああこれは最後の挑戦言ってるしんほんなら そんんな出させてくれよって言ってまあ嫁に相談してちょっと金額を半額に言うて出させてもらった最後こう「みそめまさ投手」というね「みそめまた正し勝手に応援団長上条武志」って書いたワッペンを左の太もものとこに入れてあとあるのってだから球団のそういう何ていう窓口があってそこにお金を振り込むわけか。 年間スポンサーとしてはいそうですはいはいはいなので球団にもお金入ってそっからちょっとその選手にもちょっとお金が入るよ。で、僕個人で入れたんですけどあとは何とか建設か福井県の大きな企業とかがやっぱ入って僕だけ一人個人で出すようなとこじゃないんですけど本来なら会社やからねそうなんですよわかるかるでもんか後々考えたらやってよかったなと思って応援できてよかったし最後結果 結局はね、あのー、N. P. B. には行け,け行けなかったけど、大阪に、もともと大阪の子なんで。あそうなんや。はい。 ね大阪から福井鶴ヶ岳に行って甲子園に出てっていう大学で挫折してってやったんですけど、うん、最後大阪帰ってきて上条さんにプレゼントあるんですって言うと一式その最後挑戦したユニフォームを僕にプレゼントしてまあ家にあの置いてあるんですけど、はい、そうなんですよ、うん、なんかそういうまた野球人もねひょんなことから沖縄であの居酒屋におらんかった出会ってないないですし出会ってないなそうなんですよその時上条沖縄に、はい、え何人かで飲んでたんやろ仕事の感じであそうですちょうどあの梅、うん 潤さんんと飲んでてスカパーの,あのプロ野球の中継リポーターで、うん、誰が一番面白くやるかみたいなので、はい、僕対梅潤さんだどっかの女の子の女優さんみたいなので対決で,、はい、で夜も。 たけし初めてだけど酒を飲もうぜみたいな,なんか梅潤さんが熱いんですよ。はい、なんだタケシさっきからあの喋ってくるやつは誰だあれ <laughs> いや知らないです僕とか言いながら <laughs> そんな時飲んでる時に5分だけ言われ,言われて、はい、ねうんって飲んでたんですけど梅潤さんがなんかあいつは思い詰めてるか「たけし言ってやれお前言ってやれ表 <laughs> で話を」<laughs> 実は帰ってないですけど梅潤さんも横にいたんですよ。<laughs> 梅潤さんとさん、はい、スタッフの方と飲んで,飲んでたんで、ねはい、そこに来てはい,、はいあのはい、いやだからすごいなと思ってでまあそのみそめくんっていう子は、まあ、今は関東の方で野球はもうやめて、うん、あの一般企業就職して、うん、あの頑張ってるんですけどはい、はい、この間あのカープの笹岡監督の、うん。 息子さんとと偶然会うことがあったんんですよほうほうで息子さんはまあこ,のこっちのマスコミの仕事をされてるんですけど、うんうん、わざわざ僕のところに挨拶に来てくれて実は上條さん僕が大学の時の一番お世話になった先輩が、うん、三染正雅俊さんなんですって,って、えー、で三染さんに上條さんの話してこの局に来るっつったら「お前必ずあの挨拶に行け」って三染さんに言われたんで。<laughs> え誰ですかって笹岡,笹岡監督の息子さんですかっつって「<laughs> ええー?」みたいな「こちらこそ頑張ってください」みたいなね<ー>いや僕の本当にもう一番お世話になかった方がみそめさんで、はい、確実にもう野球やめるとあんなに投げられなくなったピッチャー僕はまだ見たことないですって。 イップスやってや最後もう大学時代投げれないっていそこも僕はあんまり、はい、僕イップスなんですよってこともその沖縄の夜では彼は言わなかったので知らなかったんですけどあそこからのピッチャーがもう一回自分の最速を叩き出すって僕野球人生で見たことないんですってあ,<ー>あのみそめさんの努力って本当にすごいですよ上条さん。へー 僕みそめ君は僕にイップスで投げられないとか、うん、結局最初から彼は何の言い訳もしてなかったんですけど、うん、うわ改めて後で野球やめてなおまだ僕はその違う人から話を聞いて、うん、またあっみそめ正俊っていう男はすげえやつやったんだなっていうのを改めてここ、ね、<laughs> 監僕の息子さんから。でも,にでもあの上条の話聞いてと、はい、野球が取り持つ縁がいろんなとこにつながっていくねんないや本当にあの しかかもそれ大きなの偶偶然然やんか、はい、偶然ですよその居酒屋にいなければないですし、はいね、その日が違えば、うん、時間が違えば会ってないわけでっいそこからまた、ね、あの彼が努力してもう一回お世話になった福井の独立リーグに行って、うんね、その彼が独立リーグに行った時に僕が偶然福井テレビのレギュラーが決まるっていうのも縁ですし。すごいな、はいなは だから忘れもします初めてサンダーバードで福井レギュラー決まったっつって、はいはい、福井の駅からタクシー乗って福井テレビさんまでって言って、うん、タクシーのそのあのあ背もたれの運転手さんの後ろの背もたれのとこに、うん、あの福井ワイルドラプターズ、はい、今あの福井で頑張ってる人紹介のとこにパッてパンフレットで小さいにみそ目待たせ<ー>そうやんな、はい、そら鳥肌立つやろ。はい だからもう福井テレビ行ってもずっとあの実は高校でっていうあの野球好きのスポーツ部の人とかに宣伝して「よかったちょっとでもあのテレビ取り上げてあげてください」とかっつってで僕と二人でちょっと対談の番組とか決まったりとかしてあのアピールもしたんですけどまあなかなかやっぱり NPB に行くっていうのは本当わずかなか可能性ですからいやこれ読んでって思ったけどほんまにこの野球の声読んでって思ったけどプロ野球選手に。 なるっていうだけで、はい、ものすごいことやねんなと思う。すごいです。あの、<笑>あのお笑い芸人になるっていうよりも。はい <laughs> 全然違うんやんと <laughs> いい改めて俺認識を新たにしたら <laughs> うん、うん、お金だ養成所代だけ払ったらんとかん <laughs> とかなりますからね何やったら僕養成所代もお金なかったんであの水田さんっていう社員さんがられて、はい、うちの水田さんなはい、はい、水田さんが「あのな上条ここのブルボンのカンカンにな毎月2万5千円だけ入れとけ」って言われて、うん、でカンカンに。 ブルボンあ,あ振り込みちゃうんやってその瞬間 <laughs> この事務所すげえなって思ったんですけど、うん、ブルボンのカンカンにおばあちゃんの部屋やないねんからブルボンのカンカン開けて2万5千円入れて。うん ねえ次の次水田さん相手もなんか僕のこと忘れてそうやってからしらっと黙ってて結局僕24年2万5,000しか払ってないんですけど <laughs> なんかねなんかよう分かんないですけどそれはそれでこう水田さんの飲み代ちゃうか <laughs> 僕もねなんとなくね <laughs> 俺今なんかちょっと思うけど水田さんの飲み代やったよちゃんとあれ出してたんかな 三田さんとの。ないやろう、あんと飲みに行ってると思います、ね。ブルボンのカンカンに。事業料払っとけっていうのは、はい。そんなわけないですから、ね。入れといて、はい、それで、ちゃんと。ね、上条武二万五千振り込みって、はい、普通は反抗したいとかして。何にもなかったです。金庫やろう。手提何にもなかったです。昔は、もう、<laughs> もうすごかったですね。考えたらいや、いや、もう、分かってるよ。はい、ものすごい雑な事務所やっても知ってるし。<laughs> 闇の営業もばっかりしてるマネージャーもったしイベントーホリフィールドもったし <laughs> ホリフィールドイベントーホリフィールドいましたからイベントーホリフィールド、ね、はい、小中芸能の一社員やねんけどホリ企画というのを自分で勝手に立ち上げてやってるとそんなむちゃくちゃもうクビじゃないですかそう小中芸能に電話かかってる時あのホリ社長おられますかって向こうが言うというね <laughs> いや堀社長ってどなたですかですいや堀なんとかさんで <laughs> ああ堀ちゃんねえ社長さんでしょういや社長じゃないねんけど思いながら <laughs> <laughs> まあすごいね、まあ、事務所で、はい、まあ僕は松竹芸能じゃなかったら多分芸人辞めてると思うんですけど <laughs> この事務所やったから <laughs> はいなんとかななんかぬるいからな,なんかなんすかね戦力外通告もありませんしないな、はい、自らが辞めるって言わん限りはでも今ちょっと元松竹、ねはい、で後に東京行って売れてるやつ結構多いやん色んなとこ行って。 あ、なんかね、今、そう、まあ、名古屋に来てる大前良介もせやけど。元プリンセス金魚。ねあと、さらば青春。青春のそうですね。彼もあの養成所に、あの、こんだけ仕事して、給料こんだけかっていう、あの。給料明細を養成所に貼って。養成所で頑張ってる皆さん、夢あるだろう。さらば松竹に光なしでやめて。後に売れました。後に売れましたけど、まあ、いっぱいいますよね。ね、あの。 なんかだから、はい、まあうちを通じてうちを辞めると、はい、う,うち辞めて違う事務所に行くとブレイクするっていう方程式みたいなんがなんとなくありますけどね、うん、まあこれ、まあ、間違えたらいかんの彼らはちゃんと彼女たちは実力あ,あったんですよね <laughs> <れ>あったんですよねだからそれは信じていやもともとはあったやろ、はい、さらば青春の怒りも本ともと面白かったしだってもうそんなあのキングオブコントとかね決勝行ったりとか、はい、りあれまで松竹でね行ってたと今までやってた頃ですよはいはいはい えっていうのがいろいろあったんでしょうね。うん、はい。でもなんかやめていきようねんなみんなな。うん、そうですね。うちはだもやめるって言うたらなんか一応引き止めんねんけど。はい。なんとなくもうええかみたいなもう本人も強い意志やしねみたいな感じで。そうですね。うん、だからって,ってお前らやめてくれも言えへんしな、うん。言わないんですよ。言わないね。ならまあなんか正直消化自体ちゃうかこれ人生みたいな <laughs> もうなんかもうなんか活動してんのかなっていうあの後輩とかもねいますけど。 はいまあ、いやあれなんやろうないや、はい、楽しいねやろな楽しいんですか、ね、いや多分だ売れなくてもなんか芸人やということで、はい、まあ今でこそなんかみんな楽屋とかなくなってあんまイベントもやってないからけど、はい、なんとなく芸人っていうことでアルバイトしながら、はい、芸人同士で売れてないもの同士が飲みに行くのがちょっと楽しかったりするんだよななんかこう芸人ごっこみたいになってる、ね、あ芸人ごっこみたいになってるやつもおる、はい、やっぱり。 これが芸人やみたいな。そうなんかこう、ね、か終わった後で酒飲んで。酒飲んでみんなでわーって、はい、今日不景気だったことの反省もなく。<laughs> 現実は見ないですからね。現実見ないから、ね、現実見ないやろ。そうですね。はい。でも結局やっぱりあの仕事をやって真面目な話で仕事をやってたりとか売れたりしてる人ってそのもう一番めちゃくちゃ必死にやってますからね。<laughs> ちゃんとネタも作ってるし。 それをを気気づづききまましししたたたねあの森脇賢治さんとラジオを始めてに僕はもう,<あ>もう十数年前にもちろん森脇さんなんて、ね、あの名前もある人で売れてはる人で、うん、僕は素人の時から見てた方でその方とラジオできるってなった時に、はい、あの僕は別にあそこまで行くと無作でこうマイクの前にこう座るとね湯水のようにわわって言葉が出てくるんかなと思ってたら、うん、僕は何も持たずにこう前行ったんですけど森脇さんはそっからいきなり ノートをわって開いて、うん、もうこういう話があるみたいなの過剰書きでわーってしてんの「うん、いやーこの間ここ,こういうのあってね」って目の前見たらその話してたりとか、うん、なんか恥ずかしくなってきてだんだん <laughs> あの圧倒的に自分の方が売れてないのに売れてる人の方が100倍努力してるやんと思って、うん、これはあかんなっていうので勉強させてもらって、うん、だからさっきの,このプロ野球選手とかの,この自分が行く環境というか あのついていく先輩とか出会う人によって変わるってなんかあるよね思いますね,やのね,ねはいいやでも、はい、考えてみたらもう上条の同,同期ぐらいって誰や同期いなくなってるやろ、はい、同期ないっす俺も40ぐらいの時にもうほとんど同期はいなくなった そうですかみんなやめちゃったも今やっぱねやめていくんですけど35ぐらいがだんだん歯抜けのように落ちていくねですねよっぽど漫才コンビでちゃんとそれなりに仕事してなかったらもうやめちゃうねやっぱりねえちょっと先輩で安田大サースの団長ほんでちょっと後輩でおじんおズボんンですねその間ぐらいなんですけどどっちも2年ぐらい空いてるんですけどこの間にまたほとんど誰もいないんですよねいないなはい その頃おったやつも一応おんねやろな、養成所とかに。うん、だから、チョップリンとかもおったっすけど、やめと。あ、チョップリンは今、向こう行っちゃったね。はい。あれ、え、Y 社に。プライナーになったあ、そう、いつの間にお前。いつの間にやめて、いつの間にお前そっちのグループに入って、なんで勝手に吉本なってんねん、お前ら。そのやり方があったんかと思って。ね。 びっくりしましたけど。びっくりしたな。はい。うん、劇場出てますからね。ですね。はい。だからオジンオズボンがね今ちょっと解散いや言うてね、やってるんで、まあ本当に僕は唯一飯行ったりする後輩やったんで、すげえ寂しいんですよね。なあ。はい。でもあのぐらい年で辞める言うって思ったらもうなんかみんな説得せえへんからね。できないんです。できないよ。もうそれはそいつの人生で。はい。 自分よだからこう高松君にあんまり高松に連絡することはないんですけどはい、はい、俺もないなはいもう電話をして、うん、ねあの「やめんなよ」なんて口が裂けても言えないんで、うん、そんな,なんか軽はずみな言葉は言えないなはいなので、うん、僕のその正直な気持ちというか、うん、僕はもうその若手でわってテレビ出て た時とか、うん、ザ漫才でドーンって結果残してこれからっていう時よりそれでもダメでダメででも努力して今むちゃくちゃお前らの漫才おもろいって思ってたから、うん、すげえいい漫才してるよなあっていう話だけしてもう電話切ったんですけどだからなんかもしやめてもそういうやつもそういう思ってるやつはおるよっていうのだけ高松はねうん、うん、やめるって言ってるんで、うんそうね、あのて。 言ってあだからえ、はい、なすなかに違いいくつぐらい違うねなすなかがまだ「おじいんおズボン」より後輩ですから後いやんな、はい、もでもなす中も、はい、なかもんか売れそうで売れへんかったからそうですね、うん、まあなんか達者なんですけどまあのなにわがすごいんで <laughs> なんかちょっと東京ではない感じはねいは台本もしっかり作るしその漫才が上手なんで。はははい、はいはい、はい でもなんか今のその大阪のコテコテなやつがまた東京であ新しい感じでねそうだからなす中西もやっとこさ、はい、でもねでもやつらももう芸歴20年近くなるよね20年は超えてると思います超えそうやね、はい、だからあでもそれ見たら「オジンオズボーン」買って全然大丈夫なんじゃないのと思って、はい、漫才の仕事は絶対あるわけやからと思うんだけど、はい、もったいないなと思うけどもうでも「やめる」言うても,でもしょうがないしなと思って、はい。なんか芸人、うん さんとるのがしんどいって言ってました <laughs> だからそれはだから、はい、まあわかるわあちょっともう芸人とのやり取りが自分なんでモチベーションがもう保てないねんな多分、はいうん、45位でちょっと芸人うつなってんだよ多分 <laughs> えなかなかこうあんねんあんねん芸人打つなはい、はい、しんどなるみたいなしんどなってきたやろなはい、うん、それがまた横でもうほんまにこう生き生きとして新しいネタ作ってまた「俺芸人ですせ」っていうやつがザ芸人みたいなのが横にいるから余計でしょうね余計余計余計四 <laughs> <laughs> 宮とねそうやねでもなんか今もう最後年末で 解散なんですかが一応本人はねそう言っててなんか最後「おじおずぼん」の就活みたいなので YouTube やったりとかいろいろやってますけどねあれ見てたら別になやめんでええのになと思うねんけど面白いですしねみんなそうやねなそうやねんか分からんよなあの辺はほんまにですね俺なんか芸人を辞めたいと思ったことがほぼないからはい分からんねあの心境が辞めたいっていう心境そうですね僕もないんでないやろはい だ一度だけやっぱ親父がちょっとその体調崩した時に、うん、まあ僕長男なんで、まあ、こんなずっと夢を追ってお金も全然なかった時なんで、うん、これはもう許されへんのかなみたいなのでやめようかなっていうのはあったんですけど。うんはいはい 俺もそんなんはあったけど、根っから自分から芸人辞めたいと思ったこと。それは一回も。一回もない。だから僕もあの誘われて入った身なんですけど、もうやめちゃった。もっと相方に感謝しかない。ですよう誘ってくれたな、あのバイト先の先輩って思って。はい。あ、もっと相方は今どないしてる。かかはい、今アメリカで。はい。言うてたな。アメリカで暮らしてます。はい。はい。もうあのすごいお金持ちの奥さんもらって。で、子供生まれたんで、その奥さんが。

はい、ああ、うん、全然、まあ、そんなんで考えたら「いやだかもいつの間もか気がつけば子供おる」って言ってそうなんですよ俺あの野球のこの話聞いた時に「はい、あの人としゃ喋ってる時に、はい、いや子供にこれを見せたい」って思う気持ちが強かったって言うてたやろはい、はい、そうなんですあの。子供ってなかなかね「こう何々せいよ」とか野球始めたんで「うん、お前そんな練習だけやったらそんな下手くそやのにお前。 毎日素振りするとか、うん、やれよとかあともう片付けろよとか言っても片付けへんしってい、うん、なんで言うこと聞かんのやろうなって思ったんですけど「うん、えパパだってこここうしてたやん」とか「うん、パパもこんなことしてたやん」「パパの部屋も散らかってるやん」とか、うん、あ親の言うことは聞かんけど親の背中はめっちゃ見てんねんなと思っとんねんななんですよ。だ,よね、だから 俺が頑頑張張らんととこいいつ頑張るわわけないわと思って <laughs>、はい、だから一回僕もこの野球の子言われたんですけど「いやー本く君はちょっと」って断ったんですけど「うんうん、もう一回書かしてもらえないですか」ってお願いして書かしてもらったって、うん、それだからあの息子に必死こいてなんかもう何やねん親父必死で泣きそうな顔で夜中何んやん頑張ってるやんっていうのを見せたくて書いたっていうのがあって、うん、あそうやな、はい、そこ本当そこです。 今歳歳です10歳も,うもうそのぐらいの年になったら、はい、旦那親父が何者かであるかっていうのはそうもう分かってきよるからなそうなんですよ、はい、だからもうすごいなと思ったんが奥さんが、まあ、お笑い番組とかこう見て「<laughs> うん、わあもうパパ出てへんやろパパなんかなこうちゃうで面白い人な出てるけどなパパな出てへん言ってまた言うとるわ思うとったらママ違うねん。 パパお前よう知っとんお前。<laughs> だってパパはパ・リーグのなんか番組とか野球の中継のゲストとかちょっともはやもうお笑いではないねん。<laughs> めっちゃおもろいです。めっちゃ分かってんねん。もう分かってるやろ。はい、小学校4,5年になったらもう分かるよるよ。はい、パパな、はい、何をやってるかっていう。でもママ僕らもなパパがなそんな文句ばっかり言ってねしたらな、うん、これ何もパパがああじゃあもう嫌やなってやめるって言ったら僕ら生活できへんで。パパがそうやって一生懸命やってるからやなんて。えやつじゃないか。<laughs> <laughs> なんかこう何も言わないけどこの。 もっと言えみたいなね嫁に行けみたいななんかそんなとこ見てくれてんねんなみたいなんか知らん間にこんなこと言えんねやとかだから無条件にパパ好きやとか言うてる年代が9つぐらいまでやからなもう角つく時までって言うくねね子供って10歳の歳になるやろはいはいそうか9つそう9つでもうそれだと10歳がつく年齢なるはいう もう子供ってのはそれまでの間9つの間に全ての可愛いとか懐いてくれたっていう、はい、全ての人生の恩返しは9つまでに終わるっていう<ー>だから角つく年代まででほぼ終わりなるほどだ10歳になったらもう見抜いとんね、はいろんなこといやすごいなと思ってそこまで分かってんねんなとか、ね、分かってる分かってるだからここはおやじだらしないわとかはい、はい なんか酔っ払って帰っててもう寝てるから大丈夫と思ってても、はい、昨日なんか酔っ払って帰ってきよったらとか家の気配でないや,いや,いや見,と見とんすよ、ね、見とるみたいなだから寝てるねんけど、はい、なんとなく夜中になんか帰ってピョッと目覚めた時とか帰ってきた時目覚めてて、はい、親父酔っ払っとんなとかそんなんはもう分かっとるからうん。 もう気持ちも結構もう大人になってきてるけどまあでもやってることは小学生やから、うん、この間もあの朝いつも8時ぐらいに家出るんですけど7時半ぐらいにね、うん、もう僕行くからってこう玄関で靴をね履いてたんですよ「お前今日ちょ早いな」って言ったら「うんパパ今日な僕はなドッジボール大会や」<laughs> おー。おそうかえーつっ この日のために一年間やってきたからお前何もやるみたいな <laughs> どういうことやんえー、パパ去年な僕な四年生に負けてん、うん、ほんで他のやつはななんかな四年やから一学年下の三年が負けて当然やれ けど僕一人だけ泣いててお前ら悔しないんかって僕は言ったんやでもそっからなそいつらの気持ちを上げて上潮公園でずっと僕はどっちの練習してきて今日がもう一回上の学年と対決絶対に倒すねだから朝早く行って練習やね1年間やってきたってなんかつぶやいてるんですよ1年間やってきたドッジボール大会で優勝して公園にみんなのモチベーショを上げて集めていけると。学年なんか だからその3年生の時に負けて当然や言うたやつを鼓舞したと「はいはい、上塩公園でやってきた」言うて上潮公園でやってたや、はい、ほんでその大会で優勝してこの間帰ってきて「パパやった!」言うてううほんでよかったなーって言ってたんですけど、はい。うん 何日かだってパパ僕らこんだけ努力して優勝したのにな学校側がな表彰状の一つも出せへんねんいやまあ学校のイベントやしそんなもんやろいや俺は納得できへんっていやどっちボールやからどっちボールのねほんならうちの息子校長室まで行って校長先生に「僕たちは優勝しました表彰状の一つぐらい出してください」言うてこの間表彰状もらって帰って帰ってきたんですよ。優勝した言うて 植えと校長先生もびっくりしたやろうな, <laughs> そ,なそこまでどっちの大会に <laughs> <laughs>、はい、燃えてるとはなんか志はすげえんかレベル高いんですけどやってることはどっちボールなんですよねかなんかそのギャップが可愛くて <laughs> いやでもなんかクラス全員のやる気ないやつもケツ叩いてるやろな,なんかそうなんですよはいだから お前嫌がってる子にはすなよっていうのはねお前ら好きな子だけでええお前とはみんながお前の気持ちじゃないからなそれだけは分かっとけよっていうな <laughs> 言うたら納得してんいやそれは分かってね僕と大体この大体僕と同じぐらいの感じでキャッチボールできるやつだけには声かけてんねんけど、はい、やっぱ女の子とかまだできへん子は僕もサポートしながらサポート役もしてんのお前, <laughs> お前何もんやねんっていう <laughs> なんかねかわいいかわいいかわいい <laughs> かわいいんですけどねめっちゃ めっちゃ可愛いな優勝した夜も家で泣いてね、うんはい、優勝したんやー言うてこいつすげえなと思って<う>小学校の時に僕親の前でなんかこんな嬉しし涙とか流したことないないですもん高校の部活引退でもああ引退やなぐらいやったんではい。こいつこのまま野球続けて 甲子園目指したとして、うん、負けた時ってどんなどんな感じになんねやろみたいな <laughs> 今はもう何いや野球やりながら学校ではドッジボールはいでドッジボールのチームも僕探してるんですけど、はい、なかなかないんですよね、はい、ドッジボールのその学校終わった後でクラブチームみたいなのが、うん、いないやろなないんですよ、はい、だからちょっとドッちってそこまで真剣にやってやってるやつ見たことないもん どっちがやったら遊びの中でやってたやろどっちも<や>俺の世代なんかはもうそうなんですよ、はい、でもね僕本当にこのよ授業参観あった時にちょっと早めに行ったので、はい、学校行ってたら、うん、あの休み時間がちょうど終わる時やったんですけど、うんはい みんながわーって言ってんすけど、最後一人だけ、うちの息子だけ残って、ドッジボール持って、壁に3球、ガーンって当てて、よしって言うて、もう一回戻ってた、<laughs> お前、心出し高いな、こいつ。最後一人になって、壁、ガーンって言うて、もう誰も見てないです。僕は偶然見かけたんですけど、<laughs> よしって言うて、ダ 走っていて、何やねんこいつと思って <laughs> いやどっちのモチベーション高いのかめちゃくちゃ高いんですよ<ー>その割には野球は結構のほほーんってやってたんですけど<ー>最近になってここ本当に ここ2ヶ月ぐらいいすごい情熱が上が上ってきてき、はい、野球も楽しい言うてプロ野球見に行ったら「<ー>ああの内野手なんかは、うん、パパあの,あのバッターがインパクトの瞬間に一回あれジャンプしてるなプロ野球選手、うんうん、そやであれあれで一歩目が違うんや」つって「うん、僕も取り入れるわ」つってでこの間それ言ってたから「嫁が見に行く」つって、うん、なんかセカンド守ってる言ったんで「うん、ちょっと一歩目ジャンプしてるから見て」っつったら「パパ 一目ちゃんとジャンプして一歩目出しとったわっつって動画を送ってもったんですけどその飛び方がダチョウ倶楽部さんのあの飛び方なんですよスポーツの感じのいやそのジャンプじゃないっていうドンピョンっていう踏み出すやつじゃないです違うんですよあのもうきょんしーの飛び方飛び方ピョンっていういやこれ違う違うって言うんですけど一応プロ野球の真似してんねや思ったらんかかわいいなと思ってなるほど面白いな上地男の息子 <laughs> 結構僕息子に今いやいや捧げてるというか大好きででも,でもやっぱ息子はちょっと親父の背中見てんねやろなと思うよほんまに、はい、たまに嬉しいね、うん、ことを言ってくれますしそうなんですよおもろいな来次回はどっちの子にしてみたら <laughs> <laughs> どっちの子どっちの子 <laughs> どっちの子いいですねどっちの子 <laughs> ど,どっちの子どっちのどっちのどっちの子 <laughs> うちのの息子話いやちょっと面白いけどなちょっとその公園に行ってちょっと他の友達のモチベーション調べてほしいどれぐらいのモチベーションでやってんねやろなそうですよねいやいや俺かいやほんまにちょっと聞きたいけど上戸のとの息子が3年生の時にその4年生に負けたっていう時に家で悔しい涙流した時に他の子たちはそんな泣いてなかったと思うのよな泣いてなかったんですよだからそれでいや学校で泣いて負けた瞬間に泣いて泣いて で泣いてなくてそんな無理やん一個上の子やもんって言った子らに「悔しくないんか!」って言ってスクールウォーイズやないねんからなお前お前同じ高校生だぞ」って「いや同じ高校生悔しくないのか!」小学校の時に俺偉いなと思うの一1年間練習してようかって優勝したかと思うのは小学校なんか1学年違うと体力違いすぎるもん、はいはい、全然違うんですよだって伸びていくやみんな。 だからもう本当によそれで優勝できたなと思うよよ、はい、よっぽど練習してんなと思うよあとあのほんまに夜公演で「パパまあまあ本気で投げて」って言って「僕まあまあ本気で投げたやつをこう受ける練習とかあもう1割上げて力」とか「全然まだいけるから」とかっつって。はい たまに本気でバーンでいうそれ大人やわ、それ大人のやつあかんわ、危ないわとかってなんかこう練習もしたんですよ。あそれはいそれちょうど四年ぐらい四年ぐらいからそのやつで練習するとかってはいあのすごい頑張ってます。<laughs> <laughs> なんか変わったやつっめっちゃおもろいや。はい。いやあ、やいやまでもねあボトウやっぱり背中髪上も背中髪背中あかんからな。 そうなんですよ。はい。はい。そのか、ね、背中を見せないといかんっていうのは面白いな。なんかね、それに。いや、でも、俺、ほんまに思うけど、はい、もう言うても、上条、ほんまに男の子なんかも、女の子なんかも。はいはい、中学なったら、もう親とそんなに喋るわけじゃないからね。そうですか。うん。だ、今の時間の、その、どっちの時間とかを大事にしといた方がいいと思うよ。いや。そうですよね。うん、だ、今年の夏、僕も甲子園、ずっと通ってたんですけど。うん ずっと行ってるとやっぱ子供と家族孝行なんか何もしてないなと思って休養日が2日あってこの2日間は、うん、あの三重県の、うんえー、長島ジャンボ海水プールとおやつタウンやったかなはい、はい、ところに連れて行ってあげたんですよ。うん、ほんなら帰りにあの長島ジャンボ海水プール行った帰りに車で「パパめっちゃ楽しかったわ」 今日連れてきてくれてありがとうなって言って言ったんですよ。僕、あのあって言い,言いながらちょっと泣いたんすよ。<laughs> <laughs> なんかもう平気なふりしたんですけど、なんかあこんなことを俺に言うてくれんねや思うて、なんか涙でそうになりました、ね、<laughs> 次回はどっちの子でどっちの子 <laughs> 息子の話で。<laughs> はい、かりましたはい次回は12月11日の予定です。近づいたらまたつばいでこぐします。ということで、本日今夜のお相手は私、北山誠と上条たけでした。どうもありがとうございました。